はい、それでは白川選手と坂上美久選手の公開練習を始めます。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ、ミクル選手、インタビューよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回の対戦相手にして、対戦相手にどんな分析をされてますか？まあ、気持ちが強い選手だなっていう感じで、まあ、なんか、なんだろう、全部を、こう、高いレベルでやってる選手だと思いますね。ミクル選手の仕上がりの方はどうでしょうか？あ、俺の試合もバッチリですね。で、今回の試合で注目してほしいポイントとか、朝倉選手ならではの見どころがあれば教えてください。そうですね、まあ、注目してほしいところは日本のトップとの差で、今回のタイトルマッチ、今回タイトルマッチになりますが、そのベルトについてどう考えてますか？まあ、今回はそんなに価値はないと思ってて、まあ、会見でも言いましたけど、はい、まあ、今後、まあ、俺がもしベルトを取ったら、世界的に強いやつに勝ってベルトの価値を高めていきたいですね。ありがとうございます。じゃあ、では最後にライジン公式 YouTube チャンネルの、皆様に向かって試合の意気込みをお願いします。まあ、2月ぶりの試合で、もうすごい仕上がりもいいんで、激しい試合をして、まあ、ぶっ倒したいと思います。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、斉藤選手、公開練習お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。公式 YouTube の質問させてもらいます。はい。仕上がりの方は何度も聞かれてると思うんですけども、はい、どうでしょうか？仕上がりはいいです。うん、いつもの試合前だなって感じで、コンディション、体重ともに順調でございます。今回、朝倉未来選手に対してどんな分析とかしてらっしゃいますか？分析は、うん、試合映像も、ずっと見てるので、はい、見てきてるので彼のペースにはまらないようにと思ってますけどね。はい、今回の試合で注目してほしいポイントとか、斉藤選手ならではの見どころがあれば教えていただきたいです。そうですね、注目ポイントは主導権争い、はい、1ラウンドから目を離さないでほしいですね。はい、楽しみです。はい、
今回タイトルマッチになりますけれども、そのベルトについてどうお考えでしょうか。うん、初代チャンピオン取りたいですね。うん、名前も残りますし、これを取ることによってまた、自分の未来というか選手人生もいろいろ変わってくると思うんで、勝って先に進みたいと思いますね。はい、最後に、公式ライジン公式 YouTube チャンネルを、見てる皆様に向かって、はい、こちらで一言お願いします。はい、11月21日、大阪城ホールで初代フェザー級王座決定戦タイトルマッチやってきます。ぜひ、リアルタイムで見てほしいですね。2人で決着つけるんで、その様子を見てください、見届けてください。よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。